というわけで今から長崎行ってきます。ゴムひもを頭にかけて。ずーっとここにゾウさんのあれだし、ずーっとゾウさんもいるよ。家みたいな感じ。そうそう、家みたいな。ずーっと。どうも、ハリスメテハノです。はい、はい、どうも、デンガンです。こちら、なんと長崎なんですよね、こちら。はい。ほな、参るか。はい、というわけで一旦長崎にレンタカー借りたんですけども、僕からじゃあ西宮行く。あの戻ってみる、一旦戻ってみる。いやもう長崎市の方行く、下ってこと。一旦でもなんちゃらドライブウェイ行きたいけどな俺。あ、そう、あれはあの生月やっけ。生月ドライブウェイだって月やったら行き月や。へぇ、行き月っていうリュウが一番楽しい。みはい、というわけで長崎市街にやってまいりましたんご。というわけで我々がやってきたのはこちら、文明堂寺総本店。すごい、おいしそう。チョコレートの味。チョコレート、いやー、カステラも進化したもんや。いただきます。誰やね、上品な味。めっちゃおいしいなこれ。めっちゃおいしい。こちらカカオ豆はどちらの。あ、なるほどなるほど。お前何してんだよ。カカオ豆のくだり絶対いらんからな。いや、チョコ好きとしてはやっぱ聞いときたいってなる。熱とかやったらザラメ溶けちゃいますよね。ですよね。融点どれくらいなんですか。そう、ザラメの融点溶ける温度。あー、ちょっと待って。わかるわけないから燃えんちゃうかお前。一旦買おうかな。今食べたいってわけだ。そう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 。だからこれ買ってさ、みんな食べようよ。そうやな、食いたい。男気するじゃん。これがとりあえず男気やわ。最初はグーだけ。はい、これ。最初はグーだけ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。まあ、どれがいい。見つかる。見つかる。これレギュラーか抹茶かどっちかやな。両方買ってくれんじゃん。両方買ってくれんの。あたす2つ買うのもできるけどな。じゃあレギュラーと抹茶買おう。ちなみにレギュラーってあるある探検隊の方じゃない。いや俺それさ、何回も構えてないけど。まああの先生バリーいい人やね。だって YouTuber モード入って無茶振りしてもった。いい人でよかったなお前。一回車戻ってく。まあ俺ら何してんの。まあ贅沢な時間の使い方いいんじゃないでしょうか。いやほんまに今日だって旅行のアップやろ。アップアップアップやろ。まだこれアップオベル。それあれ、トラちゃん大山信也。大山信也なんでお前ドラえもんって言わへん。食べようぜ。ラスティー。わーい、やっぱありうまそう。やっぱりうまし。何気に60か。5時半やけどな。